おはようございます。 おはようミンネラボのお時間やってまいりました今日第45回の配信になりますミンネの作家活動アドバイザー和田真央です、えー、この配信ではミンネの作家さんからお寄せいただいたご質問にえっ、ー、と私が回答するというのをやっておりますいつもは1配信で1問の質問なんですけど今日は短めに回答できそうなものを3つ集めて持ってまいりました、えー、早速ですけど1つ目のご質問からいきたいと思います1つ目はですね、えー、ポトスト ポトスタンプさんという作家さんから、えー、アウトレット品の販売はありですかというご質問です、えー、ポトスタンプさんの,あのギャラリーの URL は概要欄の方に貼っておきますのでご覧ください、えー、はじめまして真央さんいつもおはらぼ楽しく拝見させていただいております私はけ消しゴムはんこ作家として約6年ほど横浜市を中心に活動していますメインの作家活動は消しゴムはんこ教室が中心です 2ヶ月に1回程度地域のハンドメイドイベントに出店し消しゴムはんこを販売,して販売もしていました今後はネット販売での収入アップも目指していきたいと思っています今回の相談はアウトレット販売はしても良いのだろうかという疑問です適正価格やブランディングを考える上でアウトレット販売はブランド価値を下げるマイナス要,と要素となってしまうんでしょうか ギャラリーでは、小畜梅の商品ラインナップに加え、アウトレット販売も掲載しています。これらは、教室で見本として利用したハンコや、子供向けのワークショップを開催した際に利用したハンコたちです。次の年に同じハンコを使ってワークショップや教室を開催することもありますが、毎年来てくださるお客様もいることを考えると、なかなか同じハンコを使い回すこともできません。 そのため、このように一度何かで利用したハンコたちが延々に増えていきます。すべてオリジナルでデザインを描き、彫っているハンコのため、処分してしまうには思い入れも大きいため、リユースであることをご了承の上つけ使ってくださる方がいれば嬉しいと販売をしています。ただ、同じ機能のハンコなのに、一方は高く、一方は安いという販売方法に取り扱い方の難しさも感じてしまいます。 消しゴムはんこ特有の事情ですが新品のハンコであっても一,部一度も試し押しをせずに商品として出すことはありません一度二度試し押しをして陰影を確かめてそれから、えー、発送します見方によっては消しゴムはんこには新品は存在せずすべて中古扱いになってしまうのかもしれません そのため、一度や二度ならば新品扱いなのか、三回、四回押したら中古品扱いなのか、その境界も曖昧で余計にアウトレット品の扱いに悩んでしまいます。アウトレット品の販売はあるありでしょうかなしでしょうかというご質問です。ありがとうございます。えっと、アウトレット品売っていいんですかというのは他の方からも似たようなご相談をいただいておりました。 えーちょっと代表してポトスタンプさんのご,しあのご質問をあの紹介させていただきます。回答します。えー、私はですね、これ、その方にもよると思うんですよね。ブランドの規模感とか価格帯にもよると思うので、一概には言えないんですけど、ポトスタンプさんの場合は私はアウトレット品の販売はありじゃないかなと思いました。ただ、その、単純に売るというより、まあ、売り方には工夫すると良いんじゃないかなと思います。 であの先にちょっと新品と中古の話からしたいなと思うんですけどあのテストでねあの試し押しするテスト応援するのは、まあ、品質管理のためにされることだからそれはあの作品を販売する上で必要な作業なんですよね。でそうだとしたら、まあ、その作品をその誰かがその全然関係ない第三者の方、まあ、お客様でもいいですが個人の楽しみで使った後 そういう状況じゃないんだから、まあ、中古にはならないんじゃないかなと思うんですよ。で例えばお洋服とかその一般にねお店で売られてるお洋服とか誰かが試着した後だったら割引すぐ割引するとかそういうのないじゃないですか。し自動車もその自動車まで飛んじゃうとあれだけど。 あれ工場で組み立てて一度も道を走らずに納車されるわけじゃもちろんないですよね工場で完成してテスト走行してからあのち,ゃんとちゃんとできてるっていうのを証明して証明してどっかで検査してであのディーラーさんに行くと車屋さんに行くと思うので一度も走ってないっていうその。 そういうい意味での新品もう本当に誰も触ってませんっていう状況っていうものじゃないと思うんですよなので私はハンコも同じじゃないかなと感じましたテストで押してる分にはあのー、問題ないその何て言うんですかね品質を保持されたものを、あのー、販売するために必要な工程なのでこれはこれは中古じゃないでしょうと考える必要はないかなと思いますじゃあそのワークショップで使ったもの,その要は 販行をその販売目的で作ったものじゃないですよ。その,そのものを売るんじゃなくて、それを使って何かの用途に使用して、そしてその役割を終えたもの、あの何かの目的があって、そこを達成したと。 まあただ、使うものが普通の製品と同じものだということですよね。でこれはまあご自身でこういう場合はアウトレットですと定義してしまっていいんじゃないかなと思います。もちろんその同じハンコ作家さんでもそれでも私は売りたくないっておっしゃる場合はもちろんアウトレットしなくていいんですよ。しなきゃいけないとかそういう話じゃないです。ただ、そのまま残しておくのもということだったらアウトレットと定義して販売されるのは全然 OK だと思います。で分け 商品っていうののは世の中たくさんんあるんですよねであの例えばほら食品とかよくありますよねカニとかあの味は一緒ですでもちょっとなんかちょっと爪が折れちゃったとかあの在庫がたくさんあるからとかもういろんなじょ事情があるあのサイズがバラバラだからとかねあると思うんですけど。あの あとはもう作家さんご自身でご自身のブランドのその正規の商品とのバランスをどういう風にやっていくかっていうところは考えていただけるといいかなと思います。そのブランド価値が下がるかどうかっていうのはあの販売個数にもよると思うんですよ。あの正規の値段で売ってるのが2割しかなくて8割がアウトレット品です。それはもうちょっともうよくわからない世界になってしまうと思いますし、あともう絶対に値下げ販売をしないっていうブランドコン コンセプトでされているブランドのポリシーとして、ね、されている場合、そういうのもあると思うので、あのもちろんね、ブランドによっては価値が下がるっていう場合もありますよ、あるんですけれども、まああの私はこの場合はポットスタンプさんの場合は大丈夫じゃないかなと思いますね。例えばその常にずっと売ってるんじゃなくって、1年中どこいつ見てもアウトレット品がみんなのギャラリーに並んでるっていう状況 だととと確かにちょっと見え方としてえもう同じだったら安い方買ったらいいよって言ってなかなかあの正規の値段で売れなくなっちゃうっていうのはまあ容易に想像できるんですけど、まあ、数ヶ月に1回程度の頻度で福袋としてセット売りで販売するとか。あのー あの期間限定でなんか条件付きで販売するとか何日と何日だけ売りますとかね販売機会を限定するそのネットだけでアウトレットを売りますとかもしくは販売イベントの時だけアウトレット品出しますとかどっちでもいいと思うんですよねえっとそういうふうにその売り場とか売る時間とか売るあの形福袋とかセット売りとか選べなくするとかそういう条件付きで売るっていうのはいいと思います 大事なのは、で、安いいのかかっっていう理由をしっかり伝えることですね。これはワークショップで使ったものなんですよということをお伝えいただければあのお客様の方もあなるほどねっていうふうにあの誰かが触ったものですよということを。 あの何か別の目的で使った後のものだけど押した感じは変わんないんだけどねっていうところしっかり言っていただけるあとインクがね違う色のインクがちょっと染みてるけどちゃんと拭いて使えばあの押,す押して使う分には大丈夫ですよとかそういうことをしっかり伝えていただけるとかそういう情報をあのちょっとあの手抜きをせずにって言ったらあれですけどしっかり書いていただくっていうふうにそれがいいんじゃないかなと思います。ごご質問ありがとうございいました はいじゃあ今日の配信はこれでおしまいになりますよかったら高評価のボタンなど押してくださいご視聴どうもありがとうございました